こんにちは。今回の嬉野ホットステーションは新規採用職員の栗原がお届けします。今回はご覧のラインナップでお届けします。ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。環境下水道課から狂犬病予防注射についてお知らせします。4月8日、9日、15日、16日の4日間狂犬病予防注射集団接種を行います。会場、日程についてはご覧の通りです。令和5年度より接種会場及び日程が変更となっておりますので、ご確認の上ご来場ください。登録済みの方は市役所から送られてきたお知らせのはがきをお持ちの上、予防注射を受けてください。予防注射を受ける際は注射料金と注射済み票交付手数料が必要になります。当日は混雑が予想されますので、お釣りが出ないようご準備をお願いします。予防注射の金額、予防注射を受けられる場所については司法3月号に掲載されますのでご覧ください。また登録されていない飼い犬は必ず登録をお願いします。登録される際は新規登録料がかかります。なお飼い犬が死亡した場合は早めに連絡をしてください。愛犬の健康を守るのはあなたです。愛犬の狂犬病予防注射を忘れないように受けてください。以上、環境下水道課からお知らせでした。嬉野市ファミリーサポートセンターからのお知らせです。通称ファミサポは、地域で子育てを助け合うための会員組織として平成23年7月に開設しました。子育てのお手伝いをしてほしい人、お願い会員と、お手伝いをしたい人、任せて会員とで構成されています。お父さんやお母さんの代わりに任せて会員が一時的に子どもを預かったり、保育所、学校などへの送迎をしたりしています。こんな時に利用できます。ちょっと子どもを見てほしい、急な幼児や通院、保育施設、学校施設等の送迎、保育施設、学校等の終了後の預かり、子どもの習い事の送迎、短時間の就労、就職活動、育児リフレッシュなど、困った時にご近所さんに相談する、そんな感覚で気軽に相談してください。初めて知らない人に預けるのは不安という方へ、任せて会員と必ず事前打ち合わせをします。センターのコーディネーターも同席しますので、不安なことやわからないことは何でもお尋ねください。預かりの当日の細かな内容に沿って話し合いをしますので、安心して預けていただけます。どこで預かるのかについて、原則として任せて会員の自宅になります。もしくは子育て支援センター最小園の中の清涼館にてお預かりもできます。利用時間は6時から21時です。利用料金は1時間、平日500円、同日祝日600円です。ファミサポ申し込み方法は、ファミサポを登録したい方は子育て支援センターまたは塩田庁舎子育て未来課へ来所、事前打ち合わせ、利用預けるになります。お問い合わせは嬉野市ファミリーサポートセンター 0954-430100、 嬉野市役所子育て未来課 0954-66-9121、 お電話お待ちしております。以上、嬉野市ファミリーサポートセンターからのお知らせでした。嬉野市役所
広報広聴課からお知らせします。嬉野市では市民の皆さんと市政を結ぶ司法嬉野を月1回発行しています。司法嬉野は行政区を通じて各家庭に配布しています。また市内公共施設、郵便局、金融機関やスーパーマーケットに設置しているほか、嬉野市ホームページでもご覧いただけます。また司法への広告掲載も募集しています。企業の PR やイベントの告知にご利用いただけます。地域の話題や市からの大切なお知らせなどをお届けする司法嬉野、皆様ぜひご覧ください。以上、広報広聴課からお知らせしました。こんにちは、どうもです。今回のドーム英語で紹介する言葉は Killing two birds with one stone です。これはね、かなり有名なことわざですが、クイズ出します。さあ、 Killing two birds with one stone に最も近い四字熟語はどれでしょう。 A 千載一遇、 B 軽軍一角、 C 一石二鳥。正解は C 一石二鳥です。 Killing two birds with one stone を短くしたら Two birds one stone になります。面白いでしょ。一石二鳥はもともと17世紀にイギリスで生まれたようです。意味は一石二鳥と同じく、一つのことをして二つの利益を得るということです。例文を挙げましょう。 He dropped his kids off at school on his way to work, killing two birds with one stone. 通勤の途中でついでに子供たちを学校まで送りました。一石二鳥。さっきの例文で Two birds one stone の使い方分かりました？まだ分からなかったら次のシーンをご覧ください。はあ、Oh, what's wrong, Jotaki? I recently gained a bit of weight. Oh, actually, me too. Do you go to the gym? No, not really. Do you have a bike? Yeah, I even ride it sometimes. Nice. Then maybe you can ride your bike to work. Why? You can get some exercise while saving money on gas, killing two birds with one stone. I'll just go to the gym. どがんやった？ Killing two birds with one stone 覚えた？このようなことわざを覚えるともっと英語ネイティブらしく聞こえます。ではドーム英語はまた次回です。3月の休日在宅当番員はご覧の通りです。3月の小児時間外診療はご覧の通りです。3月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。3月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今回の嬉野ホットステーションはいかがでしたか？それでは次回もお楽しみに。